学校は評価をやめようと先生方言ってますよ。ああ、それもどうなんですか。なんかうちのなんか学校は子供に対して、はい、絶対ダメでしょ。絶対ダメでしょ。いや、あと競争やめようとかね。あ、絶対ダメでしょ。モチベーション下がるんだよね。いや、それもそうですし、はい、もう社会の仕組みが競争なんで。あ、大人の意見。そうですね。そうでしょ。だってそうです、ね、常に人は比較されて生きていくわけだから。うん、だってあの女の子と付き合いたい。ね、で女の子と付き合いたい、付き合えるかどうかは女の子がその何人かの男を比較して付き合えるか決まるわけですね、うん、で飲食店どこに行くかどうかも全て頭の中で比較して選んでるわけなので、今日開けるワインですら比較して選んでるからね。そうですね。だから比較から逃げていいっていうのはこれは何にも優しくないです。あ、悪魔です。悪魔。最後までその世界だったらいいけど、社会に出た瞬間にいきなり地獄ですもんね。そう、いきなり地獄です。で比較されるってなって、うん、でまあ、あんまあれこれはあれか分からんけど、もう世の中で引きこもりが増えてるのも多分全てそうだと思います。だから比較しちゃいけないっていうふうに学校で教えられて、社会にいたら比較されると。そしたらもう耐えれないじゃないですか。まあ確かにそれは間違いないですね。はい、だからこれって本当に悪だと思いますよ。その瞬間楽かもしれないけど、ね、常に比較されてるんだから。生きるって比較の中で生きてるってことなんで。だからもうそれは本当に全く優しくない。そう、これあれなんですよ、みんながこれ間違いがちなんて補足しておくと、今安藤さんが言ってるあの比較っていうのは、いわゆるこう社会の中に漠然とあるなんか不公平な比較じゃなくて、同じルールの中で定量的に比較されるから意味があるんですよ。でもそれを例えば学校がじゃの比較がじゃダメだったって話で、それは定量的じゃない比較をやって、はいはい、先生に気になれる子は評価されて、それはよくない。で学校の中で当てられるじゃないですか、授業とかでも必死にこうやってみんな手を挙げて、で気に入ってる子にやっぱ先生当てるじゃないですか。で当てると他の子たちがうわあいつ間違いとか思ったりとかして、ネガティブな感情が増幅するみたいな研究とかあるんですよ。それを見ると一見、じゃあ子供たちを比較したりとか競争するのはダメなんだと思うんだけど、それは多分定量的にできてないからダメだよ。そうですね。まあ定量的にはルールが明確じゃないでしょう、ね、っていうね。はい、そうなんですよ。社会に出たらそうですからね。だからまあ分かりやすく言うのってあれですよね、格闘技の練習しないでいきなり朝倉みくるがいるバトルフィールドにぶっ込まれるみたいなもんですよね。それはもう行かなくなりますよ、ね、行かなくなりますよね。ボッコボコになりますよね。間違いないです。いや、切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、知識を紹介する Netflix みたいなサービスをやっておりまして、このオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それではバイバイ。